ヘブンリーロマンスは日本の競争馬、繁殖品馬。主な価値倉は2005年の天皇賞、札幌記念。2004年の阪神品馬ステークス。主戦騎手は現長教師の松永美き夫。馬名の由来は英語で皇后い恋愛という意味。ヘブンリーロマンスの初出走は2002年11月30日、阪神競馬場での新馬戦であったが、後に、 品馬3冠を達成するスティル・イン・ラブから1秒、離された6着に敗れた。その後、徐々に着順を上げて行き、明け3歳となった2003年1月26日、京都競馬場で行われた未勝利戦で4戦目にして初勝利を挙げた。だが初勝利後、4ヶ月の休養に入ったため、大賀賞とオークスには出走できなかった。休養後、五月の中京競馬で復帰。 爪が甘くて、なかなか勝ち上がれなかったが、7月の箱館の500万、下条件戦をなんとか勝ち上がって、秋を迎えた。重賞初挑戦は、秋華賞トライアルのローズステークスだったが、アドマイヤグルーブの6着に敗れ、秋華賞に出走することはできなかった。それでも、1000万下条件戦を勝ち上がって、エリザベス上杯に出走。GI 初挑戦となった。 このレースは10着に敗れた。その後は、ゴールデンホイップトロフィー、オリオンステークスと、準オープンを2戦したが、2戦とも2着に終わった。4歳になって小馬になった、ヘブンリーロマンスは3月の阪神競馬で復帰すると、5月に、メイステークスで勝利し、オープン入りを果たした。しかしその後は、愛知杯10着、マーメイドステークス5着、府中頻馬ステークス7着特選を強いられ、 準オープンに高級した。だが、高級3戦目のゴールデンホイップトロフィーで勝利して、オープン馬に返り咲くと、2004年12月19日に行われた阪神牝馬ステークスも勝ち、重賞初制覇を果たした。重賞初制覇を果たした、ヘブンディーロマンスだったが、一転して春シーズンは、不振を極めた。京都牝馬ステークス6着、フェブラリーステークス11着、 中山頻馬ステークス10着、福島頻馬ステークス10着と掲示板すら乗れず、放牧に出されることになった。だが、このリフレッシュ放牧が後に功を奏することになる。リフレッシュ放牧後の8月14日、札幌競馬場で行われたクイーンステークスで花さの2着になり復調。さらに連投で札幌記念に挑み、ボバを相手に優勝したため、秋の目標を、 エリザベス上杯から天皇賞に変更した。そして10月30日、戦後初の天覧競馬として施行された、エンペラーズカップ100年記念、天皇賞では、レースの1000メートル通過が62.4秒、上がりサンハロンが33秒6というスローペースで、上がり勝負のレースとなったが、接戦の末 GI のタイトルを獲得した。 金馬による天皇賞の優勝は1997年秋のエアグルーブ以来8年ぶりであった。この競争には、同年の宝塚記念でお馬を退けて優勝した、スイープ当初、前年の天皇賞2着馬で、大賀賞優勝馬のダンスインザムード、エアグルーブの娘で、エリザベス女王杯2勝で、前年の天皇賞3着馬のアドマイアグルーブと、 三頭もの強いヒンバーが出走していたことと、札幌記念の勝利がフロック視されていたこともあって、ヘブンリーロマンスは14番人気であった。これは、ギャロップダイナの13番人気を下回る低人気での優勝となっている。また、安状の松永美希夫は、ヒンバ限定以外の JRA での GI 競争は、初勝利であった。レース終了後、松永は、ウィニングランの後、 かかとを介して、ヘブンリーロマンスをメインスタンドへ向かわせて、帽子を脱ぎ、競争を転覧した、天皇、皇后に安城から再敬礼した。天皇賞後、ヘブンリーロマンスは、ジャパンカップと有馬記念に出走したが、ジャパンカップは7着、有馬記念は6着に終わり、有馬記念を最後に現役を引退した。ヘブンリーロマンスは、 エアグルーブ以来の頻馬による秋の天皇賞制覇を達成したが、JRA 賞最優秀4歳以上頻馬の座は、同年に宝塚記念、エリザベス女王杯と2つの GI を制したスイープ投賞にさらわれ、選出されなかった。以下の内容は、netkeiba.com の情報に基づく。2006年より生まれ故郷のノースヒルズマネジメントにて繁殖頻馬となり、 初年度、二年度と続けて2004年の東京優春、優勝バキングカメハメハと交配され、二年続けてボバを出産している。2010年1月にジャングルポケットの子を抱えた状態でアメリカに渡り、現地で繁殖生活を送ることになった。2010年7月11日に2番子のベイロンが福島の新馬で優勝し、3区の初勝利を挙げた。 2015年に入ると5番子のアムール・ブリエがエンプレス杯に勝利し3区による重賞初勝利を飾った。ついで4番子のアオーディもシリウス・ステークスで優勝した。2016年には6番子のラニが UAE ダービーで優勝し3区による海外重賞初勝利を飾った。2016年11月3日、竹豊よき場でアオーディが JBC クラシックを優勝し、3区発の中央、地方交流統一 GI 発制覇した。ありがとうございます。